それでは42回に挑戦していきましょうか。どんどん勝っていこうね。はい、さては相手のパーティーは、トリトドン、ビジュット、ドリューズ、イワファレス、ギルガルド、ギャラドスですね。これはヌオーがかなり刺さってますね。なのでヌオーは後ろに控えさせておきます。あと、ビジュットやトリトドン、ギルガルド対策に僕先発でいきます。ラストはギャラやトリトドンに強い雷中でいきます。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回タイプ相性的には有利な展開です。ここは落とさず勝っていきたいですね。お相手の先発はギャラドス。これはドーホル君じゃなくて雷中が正解だったね。そうですね。でもここはヌオーに交代してしまえばいいと思うので、ヌオーに交代していきたいと思います。雷中じゃなくていいの？雷中だと、地震が来たらやばいので、最悪ヌオーを捨て気味に行きたいと思います。ではお疲れ、僕。何もしてないじゃん。それではお願いします、ヌオー。このヌオーはお盆の身持ちの特性貯水です。お相手のギャラドスは強圧。よしよし、残念ながらこのヌオーは A ぶっぱなんだよね。というかお相手さんからしたら僕は補助技打つイメージがあったんですかね。する前読みか、ヌオー読みかもね。なるほど。ではここは冷凍パンチで押していきましょうか。お相手のギャラドスは言うの前、これは。やばいですね。これでもう一度積まれたら雷中の S を抜きますし、ましてはメガ進化されたら止めようがありません。こうなったら冷凍パンチで凍らせるしか。しかし凍らず。ここでお相手がメガ進化して攻撃してくるかもしれませんし、ここはカウンター打っていきたいと思います。うわ、お相手のギャラドスはユーマイレンだ。これはやばいです。天然だったらよかったのにね。このヌオーが貯水なばかりに。貯水。そうか。このギャラドスの技構成は電磁波、滝登り、超圧、竜の舞な技です。そうだ、それなら勝てる。お相手は挑発。あれ、これもしかして本当に水技しか持ってないのかな？来ましたよ。さあ、それではもう一度冷凍パンチ連打です。お相手は竜の舞。よしよし、次攻撃してこなければ勝てるね。さあヌオー、頑張ってください。来たー。本当に水技しか持ってなかったみたいですね。さすがに冷凍パンチで落とせるよね。もし落とせなくても有効がないようなので問題ないでしょう。それではとどめの冷凍パンチじゃー。いけー。よしよし、これでまずギャラドス突破だね。いやー、竜舞された時はどうなるかと思いました。お相手の2体目はイワパレス。お相手ヌオーが結構重い感じなのかな。もしくは草技持ってるかですが。とりあえずここはヌオを捨てる覚悟でアクアテール打っていきたいと思います。イワパレスといえば頑丈からヤグ型だけど、大丈夫なの？このヌオは物理にも振ってますし、抜群とかでないなら耐えれると思います。そしてやはり殻を破ってきましたか。まあおそらく耐えますし、大丈夫でしょう。やっぱり頑丈だよね。さあヌオ、あなたの耐久を視聴者様に見せつける時です。お相手のイワパレスはシザークロス。さあ、耐えろー。よーし。今回ヌオ大活躍ですね。ギャラドスを倒し、さらにイワパレスも倒してくれそうだし。ここはクアテールを選択しましたが、命中を考えたらプレミでしたね。まあ当たったからいいじゃん。まあ確かにそうですね。これでイワパレスも突破。残りは1体、これはヌオーで3盾いけたりするかな。雷中も出していきたいところですが、お相手のラストはトリトドン。よしよし、これは雷中の草結びでも、僕のギガインパクトでも落とせそうですかね。とりあえずここは自信打っていきましょう。まあ多分自己再生で粘られちゃうかな。もうヌオーは十分仕事してくれましたしね。お相手はドクドク。これは自己再生連打されちゃう感じっぽいかな。だとしたらヌオー捨てたいですが、もしお相手が変な技持っていたら嫌なので、できるだけ早めに倒しておきたいところですが。やっぱり持ってたかー。まあドクドク持ってたらありますよね。ではここは僕に交代して、ギガインパクトで倒していきましょう。雷中を出さずに自分の手柄にしていこうとしてない。何言ってるんですか。そんなわけありませんよ。あ、これ絶対図星だな。さあ、それではギガインパクト打って終わりにします。さあ行け、焼けろ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 ー。焼けるもんかー。今回もヒーローになってやるんだー。とうとう本性出したね。なんとでも言ってください。さあ皆さんご一緒に、ギガ、インパクトー。よーし、これで今回も私の活躍で勝利です。ドーホル君、この対戦でかなりファン減ったと思うよ。え？それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは41回も攻略していきましょう。お相手のパーティーは、エルレイド、クチート、月光が、サマヨール、ヒードラン、ガブリアスだね。サマヨール厄介ですね。ドーホル君の自信でいけるんじゃないかな。確かに、では僕は確定、あとは誰か一人持っていってください。ということでジュペッタ部長、そしてクチートやエルレイド、ガブにも勝てそうなヌオーでいきたいと思います。それでは、対戦よろしくお願いします。よろしくお願いします。おそらく40回には幹部もいる噂だし、ここ勝って幹部と戦いたいもんだね。じゃあ行ってくるよ。よろしくお願いします。よいしょ。
皆さん、もうお分かりかと思いますが、ジュペッタ部長はタスキで道連れするだけです。なのでここはこっそり倍速かけていきたいと思います。視聴者の皆さん、私の活躍見てますか？楽しんで見ていってくださいねー。ジュペッタ部長、皆さんじっくり見てくれていますよ。頑張ってください。そうかそうか。よし、これで私の人気もうなぎ登りかな。さあ月光が、私と一緒に行きましょう。ち、長えな、早く終われよ。じゃあドーホルくん、あとは任せたよー。はい、お任せください。問題は次なんです。僕が行くかヌオが行くか。確かに悩むけど、ヌオのカウンターは最後に残しておきたいし、ここはドーホルくんから行っていいんじゃないかな。確かに、では僕から行きます。おっと、お相手はサマヨールでしたか。ならなおさら良かったです。では行ってまいります。頑張ってねー。さてここですが、サマヨールに有効打があり、かつ最高打点の自信でいいですかね。ハチマキだけど、多分一撃は無理だよね。サマヨールの物理耐久は化け物じみてますし、まあ無理でしょう。半分言ってくれませんかね。おお、急所石井です。でも相手のサマヨールはおにぎかー。これで外してくれていればサマヨール倒せていたと思うんですが、残念です。でも急所の可能性あるから、ここは自信でいいんじゃない？そうですよね。それでは自信打っていきたいと思います。頼むー、サマヨールの急所を狙えー。いただきまーす。はい、無理でした。そしては相手のサマヨールはトリックルーム、ここで取りるかー。でもヌオーは S 遅いし、大丈夫かな。後ろはおそらくクチートですかね。だとしたらヌオーのカウンターで倒せるはずです。お相手のサマヨールは呪い。呪いですか？まあいいでしょう。次おそらく出てくるであろうクチートをヌオーのカウンターで倒せばいいだけですから、痛い。ドーホルくん呪われてるんだね。呪われていますが、普段霊夢がポケモンたちに呪われてるのとは規模が違いますよ。なんであんなにポケモンたちが呪ってるのに霊夢はダメージ受けないんだろ。おそらく性格がずぶといんでしょう。さすが霊夢。お相手のクチートはじゃれつくできましたね。よしよし、変に詰まれないでよかった。それでは最後はヌオーのカウンターで決めていただきましょう。さあヌオー、カウンターで決めろー。耐えて頼むー。くそ、まさかここで積んでくるとは。これで42回からやり直しかー。道のりが長い。それでは、対戦ありがとうございました。ありがとうございました。